今回の1本目、監督さんが WD リクターで、主演がピーター・ウィアーで、ピーター・ウェラーで、バカル万歳の8次元ギャラクシーですね、なんですけど、前回の放送でもちょっと喋りましたが、そのバカル万歳という男がいまして、で彼は、天才神経外科医であり、物理学者であり、そして冒険家であり、香港騎士団というバンドを率いているというスーパーマンなんですけど、その彼が、こう車のこうなんか8次元の壁を越えるみたいな、こう車の実験してるんですよ。いきなりオープニングね、車の線みたいな、こうなんかすごい車の後ろにでっかいエンジンみたいなの積んだ車でさ、ブーン出してマッハを超えるって言って、ブーン、そのどうするのかな、砂漠で走ってブーン、どうするのかなと思うと、そのまま岩に激突するんですよ。ブーンって激突するのかなと思ったら、車がピューンって消えて8次元の世界行くわけ。ディヤーって言って、そこでビューンと抜けてくるの。でそこでじゃなかったかな、でもその8次元の世界には宇宙異星人がいる、存在がいるってことを、そこでバカル万歳は確信するわけですよ。確かお父さんかなんかもそんな研究したのかな。でやっぱりいたんだっつって言って、どうやらその8次元星人たちは地球を乗っ取ろうとしているらしいっていうことが分かって、その、異星人たちと戦っていくっていう、そういうお話なんですけど、これが話してもよくわからないじゃないですか。まず何よりもタイトルですよね。バカルー万歳の8次元ギャラクシーってさ、なんかこういうタイトルってこうなんか変なタイトル考えようと思ってもやっぱりなかなか思いつかないんじゃないかなと思うんです。で、タイトルだけじゃなくて、その映画全体がとってもその変な映画であるっていうところなんですよね。なんかね、よくわからないんですよこの映画が。その 8次元のね、異星人たちがこう出てくるわけじゃないですか。でもどうやらそのエイリアンたちは、異星人たちは一部が反逆を起こしてその地球を乗っ取ろうとしているだけであって、大多数においてはそんな乗っ取ろうということはしてないらしく、そのバカルー万歳と共に戦うっていくんですよ。戦うんだけどね、なんかそのこれ多分コメディーなんですよね。真剣な話になるのかなと思ったら、バカルー万歳ですね主人公、いきなりそのバンドメンバー引き連れてさ、ジャーンっていきなりライブの演奏するわけで、ブラーンと歌ってるんで、お客さん結構入ってるんだよ。でそこでエレン・バーキン演じるペニーという女の子、それ見ながら泣くんですよバカルー万歳の曲聴きながら、で泣いてるといきなり頭に銃口を突きつけるわけで打つのかなと思って、バカルー万歳なんかそれ見つけんのかな、でも歌っててあって思ったら、バカルー万歳が助けたりするんじゃなくて、ウェイトレスのこの肘がぶつかって銃口が上に向いてバキューンってなって、ああ助かったっていうわけで、バカルー万歳はそれ見てさ、わーってこう感じるわけよ。君はね、僕の昔亡くなった妻に似てるっていう風に言い出すわ、いきなり自分の家連れてきちゃうね。でそこはもうなんかバンドメンバーと一緒に住んでたりするんだけど、夢のある話ですよ。このバンドメンバーも共にその異星人と戦うんだから、バカルー万歳と。でもね、戦うんだけどね戦うんだけど、なんかずっとバイクで追っかけっこしてたりするだけなんですよね。なんかあ、異星人だ、バーンってこう異星人が逃げるから、それバカルー万歳追っかけて、こいつなんかね、映画の存在とかシーンっていうのは強烈に覚えてるんだけど、ストーリーの流れとかがここで説明しようと思っても一切喋れないですね。何にも覚えてないんだよ。でこの絵なんかね、ずっと世話しないんですよ。なんかずっと忙しいんですよ、なんか映画全体が。なんか若干ちょっと早回ししたかなって思うの、早送りしたかなってぐらいのテンポでみんな早くしてバーッと喋って展開していくんですよ。でちょっといきなりちょっと話が最後に飛ぶんだけども、最後もね、ウェス・アンダーソン、ライフ・アクアティックってビル・マーレイが出たさ、潜水艦のなんか映画あったじゃないですか。でそれがパクったんじゃないかって言われ
一部のブログで書いてあったんだけど、それでそのパクったシーンっていうのがあるんだけど、それ最後もね、まあ、事件解決するわけなんですけど、そしたら最後バカルバンザイがデデーンって出てくるわ、カメラの前に。ピーター・ウェラーが、この人後にロボコップやって脳みそ吹き飛ばされた男ですからね、あ、元気があった時があったんだと思うんだけど、まあこういう肌感乱視が出てますけどね、クロネンバーグのいい役者さんだと思うけど、デデーンって出てきてロープを持って出てくるんだよ。でそのロープを伝ってさ、ね、あの下に降りてくわけで、すごい高いとこいんのかなと思ったら、別になんてことはないね、アメリカのね、なんか大きな川の底みたいな、道路みたいなとこに、ただ1メートルぐらいの坂をただそれで降りるだけなの。カメラ引いたらそうなってるわけで、カメラに向かって歩いてくるんだよね。そうするとこれに映画出た人たちがみんなそれのバカルーバンザイと共にカメラに向かって行進し出すわけで、それでスタッフロールが流れるんだよ。それで映画終わってっちゃう。これみんなで行進するってのは、ウェス・アンダーソン好きから言わせるとライフアクアティックだ、ウェス・アンダーソンだと思うんだけど、元ネタだって思うらしいんだけどね。なんかちょっとストーリーも滑稽ですし、タイトルも滑稽ですし、主人公の設定も滑稽で、それこそずっとそのバカルーバンザイのライバルになるそのキャラクターをジョン・リスゴーという役者さんがやってるんですが、この人は実験の失敗で異星人に体を乗っ取られちゃったみたいな人なんだけども、ずっと目ひむいてあーって言ってるだけなんだよね。でもそのなんかやっぱ僕は梅津好きでありますから、なんかこういうわけのわからない話っていうのは基本的にちょっとゾクゾクしちゃうですね。なんか なんだろうっていう、こう面白くないなーと思って見てるわけでも、なんか目が離せないんですよね、この映画って。面白くないのだがっていう、でなんかね、演出の仕方が変で、バカルーバンザイが金星人だとこう異星人だとこう追い詰めていくと、なんか突然その戸棚がドンと開くっていうシーンがあるんでね、でそれ手で閉じりゃいいじゃないですか、まあ、下閉じなくてもいいのに、頭の高さぐらいの戸棚がビーンとこう開くと、バカルーバンザイそれをね、あの足で自分の顔の高さぐらい上げて足で閉じるんだよね。これ一体何なんだろうって思うんだけど、そういうちょっとね、今までの映画ではなかったような、もしかしたらシーンをこの映画ってさりげなくやってるのではないだろうかって思うような。でその敵のその異星人が乗ってくるその宇宙船のデザインのダサさたるや、あのよくこういうデザイン思いついたなって思うようなデザインなんですよね。なんかバカルーバンザイのことをブログで書いてる人がのやつちょっと見たら、どっかの評論家が褒めてたっつうんだよ、この映画。確かにね、これ今一周して面白いって話になるんじゃないかなって思うね。不思議な映画ってあるって言いますよね。その辺の連中騒いで出しちゃうね。で、俺とかうちはなんか、そんなもん突っ込めろって恥ずかしいからっていうふうによく言うじゃないですか。衝撃を受けたとかね。最近のボヘミアン・ラプソディですよね。俺とうーちゃん曰く貧しい感性してるってやつね。見てないのか、そうかね。あんなんで感動できんだったら何だっていいんだと。それこそ、例えば、子供が信号を渡ったってだけで泣くような感性なんてお断りだと俺とうーちゃんよく言ってるわけ。興味ね、バカ親父とかね。もっとひどい言葉言いたいぐらい。でもね、俺がなぜボヘミアン・ラブソディに惹かれないかって言えば、ここにあったような気がしますね。やっぱ、こんぐらいわけがわからないと、やっぱ納得がいかなくなっちゃったっつうさ。ちょっとこれ、ちょっと皆さんね、なんか、タイトルも不思議、こんな設定なかったような気がしますよ。物理学者で脳神経外科医でロックバンドのボーカル、さらにロックバンドのボーカルでもある男って、名前も不思議でしょ。バカルーバンザイ。で、なぜかといえば日本人の父とアメリカ人の母を持ちっていう設定があるからなんでしょうかね。名前が不思議で異次元に飛ばされるっつうの、いやちょっと見てみて、なんかね、大変な出来事だっていう割にすごく楽しそうにこう主演の人たちが出てるところがいいですね。なんか投げやりで、あと顔がみんな濃いっていうとこがいいんですよ。でジョン・リスゴーね、その演じてるジョン・リスゴー、さっき言った異星人に乗っ取られた、メイクも
なんかこう下にクマ作っちゃって、そんな分かりやすいことって、俺でさえあいつ怪しい宇宙人だって指させるぐらいのメイクして出てくるわけで、他のその異星人のその仲間2人って出てくるんだけど、それをまたね、なんか濃い役者さんにやらせてんだね。クリストファー・ロイドですよ、あの人、あのバック・ザ・フューチャー、ドクで、ええ、あと多分これね、ちょっと今ネットの接続切れちゃったんであれなんですけど、クランシー・ブラウンって役者さんは多分過去の砂辺の動画って言ってた男優さんじゃないかな、もし知っちゃったらごめんなさいなんですけど、その人とかももう明らか顔がもううわーって顔してるのでね、うん、だからぜひね、バカルーバンザイね、あの最後のエンディングでね、バカルーバンザイ次はね、バカルーバンザイ対世界強盗団対決って出てくるわけ、バーサス世界強盗団。当然そんな映画は作られないまま、これ今んとこ35年の時が過ぎたんですけど、ぜひね、バカルーバンザイの2は見たいなと思って、でも今作れないかもしれないですね。バカ乗りって今まさにやると、俺とかうーちゃんがやだやだっていう感じになりかねないっていうか、なんか、なんなんだろう、あのあれとかもそうだったね、あのサマーキャンプインフェルノってこの間紹介したから、ラジオで、あの最後あーってやつね、あのキャンプのほら殺人鬼が出てきてさ、ね、でそれが犯人は男だったんだって言って、その女の子だと思ってたやつが最後スポンポンってこう噛まれてあーってこう言うって不思議な映画がありましたけども、なんかあるんでしょうね、80年代のこのチープさのこう良さっつうのがね、DVD で見たんですがね、画質が荒いのがまた合うんですよ、これが綺麗な画質で見たくないって思いつつ、やっぱアメリカでは人気があるのか、それこそレディープレイヤー1でもね紹介されるぐらいですから、まああれマニアックだけどね、前回の放送でも言ったように、あのブルーレイが出てるらしいんですけど、ちょっと今年の誕生日プレゼントに誰かにおねだりしてみようかなと思ってます、あのバカルーバンザイのブルーレイが見たいっていうふうに、であとなんかレンタルしてみたんですけど、なんか別のオープニングバージョンっていうのが入ってるんですけど、特にそれ見ても誰も得しないんじゃないかって言わせちゃう感じがバカルーバンザイいいなと思うんですよ。なんかオズの魔法使いだともうすごい特定映像がね、ダーッともう 3,4 時間あったんじゃないかってぐらい、ラジオの CM とかエジプト版の劇場予告とかって全部入ってるのに、バカルーバンザイ予告編って言ってもなんか俺この映画のファンだと思うんだけど、なんかあんまり、うん、いやーぜひちょっとなんか新年早々早速不思議な映画見ちゃいました。はい、監督さん WD リクターですが、あのウィキペディアのリンクによると赤くリンクが貼ってあってリンク貼ってないんですよね。何やってる人かって気になるんですけど、ちなみに僕もやっぱ今年のそうですね、ハロウィンはやっぱりうーちゃんとこっちさんとともにやっぱバカルーバンザイのコスプレするって感じでいこうかなというふうに思ってますね。誰もわかんないってやつね、バカルーバンザイイエーっつって言って、なんかねこの異星人と戦うつあたりやっぱりウーチャーと通ずるものがあるだろうし、やっぱこのニューウェーブみたいな感じで音楽やってるんですよ、それはコーチさんと通じるだろうなって思いました。あの誰にも言ってないんですがね、コーチさんってね結構ね、あのポリスのレコード全部集めてるぐらいの結構ニューウェーブ好きなんですよ。そうなんですよね、だからもしどっか街角のレコード屋さんってね、ポリスのレコードを探してるクリント・イーストウッドの人を見かけたら、その時ちょっと黙っといてやってくださいね、一生懸命探してますからその時。というわけでこんな感じですね、今日の1本目でした。今日の1本目は監督さんが WD リクターで、主演がピーター・ウェラーで、バカルーバンザイの8次元ギャラクシーでした。